さあ、で、ね、今回もね、野球物語やっていきたいと思います。はい、ということで前回はね、新入部員がついに入部しました。有望な子たちがね、5人も入ってくれてね、もう甲子園弾みがつきましたね。まあ、そして今日ついに初の夏の大会なので、ね、もうなんとか前の年なかったから、夏の大会今年はちょっと大暴れしましょう。はい、とりあえずちょっと練習試合やりましょうか。最初ね、またこの練習やってるバント演習なのか違うのかという議論がね、毎回僕の中で起こってるんですけど、これどっちでしょうね。本当に俺ね、バントかな、振り切ってないからなんかわかんねえや。あ、バントっぽいな、俺からしたらね、俺からしたらなんだけど、バントがバントであってほしい。うん、バントじゃなかったらちょっと泣くわ俺ここまで来て俺が信じてきたものは何だったんだってなるからね。まあ毎度のことですけどね、このアイス屋さんはずっと居続けるわけだね。なんとなくだけど、ちょっと浜辺美波さんに似てません、この方。もうとりあえずちょっと女性は浜辺美波さんに似てると言っとけば OK かなとか思ってるわけじゃないんですけど、思ってるわけじゃないよ、ただそう思うね、私はね。うん、とああ来た、手巻高校と、手巻高校と練習試合ね。本当はね、建前工業ってやりたかったんだけど、エントリー時間過ぎてるっていうね、ふざけたこと言われたから、まあ手巻高校とやるしかない。まあとりあえずちょっとね、あの練習試合、あれ、相手練習、応援区が応援に強い、やっぱ手巻高校強いんだろうな多分。まあ総合戦力 D だもんな。おお、先制した、すごい。しかし松本俊、松本俊やばいんじゃない、これ勝ったらすごいよな普通に。あー、この試合勝ったらだいぶ弾みつくんだけどな。まあ、ここは何も使わずいこう。応援ポイントはちょっと貯めて更新でいきます。あ、おお、一球で仕留めた、さすが優秀だね。やっぱ名前がね、もう名前からも優秀さ漂ってるもんね。もう松本哲也と山口俊の融合体だから、松本俊は。しかし 1-0 はちょっと不安ないな。 1-0 で終わる可能性ゼロだろ、絶対どっかで点取られるわ。おお来た、いいじゃん、なんか来たチャンス何も使わずにいきます。まあちょっとパワーぐらい使ってよかったかもしれないね。手巻きに勝ったら奇跡。お、ないバッチいいね。そして追い方下手だよなこれ、素晴らしい。あ、3点目入っちった、いいじゃん、すごいね。アコバイセ充鉄、また最終回にも小松本俊が打たれてんの。松俊ちょっとさ、あの不寸前罰すぎるわ。あー、はいはい、外野行ったら絶対ホーム帰ってくるね。パワープロと逆だな、パワープロは絶対ホーム来ないから。おーおい、嘘でしょ松俊、これ逆転サヨナラホームランとかない、ここスリーランでサヨナラだよね。ちょっと松、ちょっと流れ悪いね。あ、あびっくりした、サヨナラホームランかと思った、来た。まあ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 、 OKじゃあ指示出そう、もういいよ、ここ一球入魂使おう。あ、ちゃここで、あ、電からほどカーブでいこう、カーブ、カーブ頼んだ、勝とうぜ。さあカーブで、もうちょっと松本氏の能力上げなきゃダメかもね。応援ポイント 使うはずじゃなかったのに。オッケー、勝った。いや強くなってきたねこのチーム。いや、いいんじゃない。手巻高校、普通総合戦力ついに D に勝てるようになっちゃったか我々。もうちょっと強くなりすぎてしまったな。これ甲子園出れるのでは。サッカー堀いらねえ。あれサッカー練習するって聞いたことある。かの、あの昔のね、あの横浜ベイスターズさんもサッカー練習して鍛えていたというしな。横浜ベイスターズのようなチームを目指して頑張ろう。お、なんか来たぞ。こんにちは、この辺だとここが一番の強豪だと聞いて聞きました、ぜひ対戦しよう。サラール高校、サラール、サラール聞いたことあるよな、これ似たような名前、気のせいかな、聞いたことある気がする。あ、浜辺美波ちゃん頑張ってるね、すげえ。外野に飛ばせる浜辺美波鈴木一郎と浜辺美波と吉沢亮の共演ですね、これ。こういいですね、いいと思う、いいメンツだね。お、夏の県大会いいんじゃない、対戦表。あ、満塁が初戦か、いいんじゃない。銚子商業ってやりたかったな、花坂かね。初戦負けたら泣くよ俺えね、パンプキン紹介。あ、またこの、あ、これどこにでもいるんだね。さあ1回戦のお時間です、来ましたね。もう、ま、せっかくさっき総合戦力 D のチーム勝ったのに満塁に負けたらもう泣くからな俺。もうそのために応援ポイント79を貯めたと言っても過言ではない。さあ満塁高校行きましょう。さあ応援人数はどっちが多い、こっちが上回った、素晴らしい、久しぶりに応援人数勝った気がするんだけどさあダイジェスト観戦でいきましょうか。さあ白玉には勝ってくれることを願ってな。さあ1点先制、さあ2点取った、3点取った、素晴らしい、初回3点はいいこと。あれ松本俊さん、あれ危な、序盤から流れ、おおもうすごいな、もうなんかもう、もうなんか圧倒してるねえ、こんな強かったっけ白玉学園で。あー、せっかくなんか特殊能力使ったのにさ、
松本慎もちょっと立ち上がり悪かったけどね、調子戻してきたね。もうすごい7点取ってるし、何すごいな。あ、ついに初の無得点。これコールドとかあんの？ないよね、さすがに。やっぱいいでしょこれは。ほら抑えたし、もうなんか普通に、あ、勝ったわ。ごめん、強、ごめん、丸いここ、ごめん、ちょっともうなんかね、我々ちょっともう、君たちとはもう遠い世界に行っちゃったみたいだ。うん。いや、これちょっともう強すぎて申し訳ないわ。もう2年目にしてこの強さよ。あ、もう、県内負けなしじゃないですか。東北か、東北内負けなしじゃない、これね。松俊、さすがっすな。まあ、エール効果に応援ポイントどんどん溜まっていく。お、満塁高校に勝ちましたからね。よかったよかった。いや、松俊今日完璧じゃん。投打ともに活躍したんだわ。レベル10位の達人松俊がいいね。そして、あー、キムタクダメだったか。花坂には負けないでしょ。さっきより戦力弱いぞ相手。さあ、もう圧倒的じゃん、大観客人数。勝った。また8-0。いやー、ちょっと強いなー。もうなんか止まらないんじゃないこれ。はい、もう出しよう、素晴らしい。おー、応援ポイントマックスになっちゃった。はい、素晴らしい。もう次の試合でちょっと使い込めるな、応援ポイント。やったね。さあ、決勝戦ですね。ここで勝てるかだな。ここで勝ったら甲子園ってことでしょ、県大会終わりで。ねえ。いやー、でも総合勢力 D だからな。観客数負けんじゃないこの試合。うわ、300人の相手。あ、まあ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 、まあ、苦しい戦いになるな。あ、9回なんだ。来たね、9回はちょっと大きいよ。あー、ついに初回0点か。うん、あー、やばい、松潤、松潤ちょっと頑張れ松潤。やばい、先制された。松潤結構万全なんだけどな。よし、来た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 。さあ、高橋由伸、初っ端使っていこうか。パワー全開頼んだよ。由伸なら打てる、吉信なら打てると思って。俺、しょっぱなからね、特殊能力全開で使ってくから。うーん、頼むで吉信。お、素晴らしい。これが高橋吉信だ。いいね、逆転さ。まあ、こうでなきゃ決勝はランダ戦じゃなきゃな。よし、 OK、 素晴らしい。もうちょっと欲しいね、点が。うーん、3ダメか。あー、ここはね、操作しなくても勝てると思うよ俺は。オッケー、よく抑えた。もうちょっと点取らなきゃダメでしょ。1点差で試合が運んでくるの嫌な予感しかしないわ。絶対6回ぐらいで逆転されるから。よし、来た。さあ、木下秀吉じゃなくて秀吉。吉は次の直吉だから、次の、ね、吉川直吉の。さあ、1年生に荷が重い気がしなくもないけど頑張れ。見逃し三振はな、ちょっと次の試合ベンチでもおかしくはない。あー、よかったよかった。そうやってね、チャンス潰した後ってピンチ来るから。松潤に感謝だな、秀吉は。あ、秀吉は。そいつ、直吉だ。毎回間違える。あー、まずいな。1点差はちょっと怖い。よっしゃイエーイ。もうなんか俺、今日の動画何もしてないけど勝った。よかったね。いい試合だったね。夏の県大会、もうごめん、もう優勝しちゃったわ。こんな朝に優勝できるもんだな、夏の県大会。みんなありがとう。俺感動してる。いや、ほんとギリギリの戦でしたね。いや、戦っていうか戦いでしたね。いや、マジで、あ、これでもう甲子園出れるの俺たち。やったね。いや、もう胴上げしてるし。サムネここか？あ、また応援がマックスになった。いや、ほんと一定差、松俊頑張ったな。小林誠二、さすがやっぱ4番は違うわ。高橋由伸胸もだって流し打ちであるツイスト打法みたいだったな。多分ツイスト打法だったんだ。550奪三振おめでとう。あとゼロ2つ増やそうかね。よし、1万円もらった。やったね。学生の大会なのに賞品が出るってもう嬉しいことですわ。まあ、ちょっとこれよく勝ったなこれで。タコの数多すぎる。ほんとよく勝ったわ。もう帰らせん、ゼロアンダーじゃん。この小林誠司と高橋由伸で勝ったようなもんだろこれ。あ、長嶋茂雄のおかげでもあるのか。松潤頑張った。いやー、夏の県大会優勝しちゃった。ん？
夏の東北大会？え？え？甲子園じゃないの？全国大会じゃないの？え？夏って東北大会とかあったっけ？え？夏はさ県大会からの甲子園ドンじゃないの？それ春じゃない？え？夏の東北大会なんてあんの？嘘でしょ？あ、そうバックスタンドで感謝しなさい。いや校長や優しいから、あ、褒めて使わせ、ありがとう。あ、なんかもらった。おー、練習グラウンドだって。どこに建設するの、練習グラウンドって言っても。ここ、ここか。いやでもここしかないよな。ちょっと建設してみる。え、でもここに置いたら入れるか。フェンスこっち開いちゃってるけど大丈夫。向き変えらんないんでしょこれ。あ、やっぱたどり着けなくなってるやん。あ、ダメじゃんダメじゃん、取り壊し。あれ、これそれでさあ、置けるわ、よかった。あ、これはもらいもんだから置けるわけね。でも練習グラウンドって言ったらまだ置けないよね。相変わらず外で吹っ飛ばしてるし。お、夏の東北大会の、あー、大会グレード C か。こっち D だから厳しいかもな。うえー、所詮花巻東来た見つけてしまった花巻東を。でごめん、なんかすごい学校あるけど、セイントってとこ、なんか誰セイント、ここへ。え、何の顔なのこれは。すごい、なんか青森でリンゴなのか青森。え、調子用具上がってきたんだ、すげえ。え、フランクで上がってくるのはさすが。でも初戦がちょっと B、うん、悪いな。花巻東は他に D とか E とかいくらでもあるのに。まあ、とりあえず次回ね、花巻東に勝って甲子園出ましょう。ということで、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。そしてツイッターのリンク概要欄にあります。ぜひともツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。おつでした。じゃあね、バイバイ。